市営の本屋ができた理由ですけれども、一言でまとめてしまうと、本を好きになってもらいたいということに尽きると思います。本に関する公共施設というと、やっぱり図書館が真っ先に思い浮かぶと思うんですけれども、八戸市としては図書館で本を借りて読むだけではなくて、本屋さんで本を買って、で最後はですね、自分の家で自分の本棚に収めてほしいと、そういうことをしながら自分のものにして読んでほしいという思いがありました。ブックセンターでは本をすべて販売していますけれども、それだけではなく、読書会であったりトークイベント、あとはワークショップ、それから本に関するギャラリーの展示など、たくさんのイベントも企画しています。このようなイベントに参加することで、本に関することに興味を持っていただいて、あとは本をこう読みたくなるようなきっかけを作る、本屋さんだけれども、なんかいつも何かをしているよねっていう、そういった場所にしたいということで、今現在運営をしています。とここが読書会ルームという部屋になっています。でその名の通り、読書会をするための部屋っていうので、ここは作ってます。でちょっと見てわかると思うんですけれども、ここの中で4面四方がですね、本棚に囲まれている部屋になっています。でちょっと中から見るとわかると思うんですけれども、普段本棚っていうと家の本棚は表からしか見れないと思うんですけれども、ここの中はですね、ちょっとこうガラス張りになって、本を反対側から見れるような部屋になってます。ですので本棚の中に入って、で読書会をやりませんかっていう、そういった部屋になってます。でこちらの読書会だけではなく、本に関するさまざまなワークショップであったり、読み聞かせであったり、いろんなことですね、本に関することであれば貸し出しできますので、ぜひちょっとこう中を見てですね、で使いたい方があったら使っていただければと思います。ここがですね、三浦哲夫のコーナーになってます。でこちらですね、三浦先生の作品を展示、そして読めるようになってますので、ここですね、付属絵の前に座って、ここも読書席の一つになってますので、文豪の気分になりながら、こちらもぜひ見ていただきたいと思います。こちらですね、ここのブックセンターの目玉の施設の一つですけれども、執筆専用の部屋、缶詰ブースっていうところになります。本には限らず、何かを書きたい人、それから何かを発表したい人、そういった方向けにですね、貸し出ししている部屋になっています。一番初めだけ市民作家登録っていうのをしていただいて、あとはもう空いていれば予約していただけると、時間無制限無料でこちら使えますので、ご利用いただければと思います。で実際にここですね、ここで使って書いた本が出版になったっていうケースも出てきてますので、ぜひですね、将来の、作家さん志望の方、もしくは現役で活動されている方もそうですけれども、ご利用いただければと思っています。こちらですね、外から見ると、単純に木の箱のように見えるんですが、こちら反対側にぐるっと回ってもらうと、これですね、人が入れるようになっています。こちらですね、本の塔って呼んでる場所になってるんですけれども、結構日本人ですね、トイレの中で本読む人、本読むのが好きな人結構いますけれども、ここはもう静かにですね、木の中で木の香りを楽しみながら読書に没頭できる場所になっています。ここの中ですね、さまざまテーマありますけれども、その時によっては人生について関する本とかが並んでいる時もありまして、一人こもって人生についてゆっくり読んでみませんかっていうような、そういった場所になっています。ちょっと見て分かると思うんですけど、通路側に入り口を置かずにですね、壁側に向けてますので、結構人がこうそんな前を歩かない場所になってますから、静かにですね、本読めるのかなと思ってます。でなんとなく見て分かる通り、青森県ですので、りんご箱をイメージした本の塔になってますので、ちょっと匂いと合わせて本を楽しむ場所になってますので、ぜひご覧いただければと思います。それではこちらギャラリーになります。中の方ご覧ください。こちらですね、ブックセンター、本屋さんではちょっと珍しいんですけども、ギャラリーという、要は本に関する展示を行っているスペースになります。今実際にやっている展示は、紙から本ができるまで、そしてそれに合わせて土から土器ができるまでという、ちょっと掛け合わせた展示を行っております。こちらだいたい2ヶ月から3ヶ月ぐらいを一つの会期にして、さまざまな本に関する展示というのを行っております。で今やっている今回の展示が
こういった土製品の、まあ、彫刻家の方に作っていただいた土製品の展示販売、そしてこちらの面に行きますと、市内の中学生高校生の皆さんに実際にワークショップとして土製品を作っていただいて、でそれを展示しているスペースになります。ちょっとパネルになっておりますけれども、実際にこのワークショップの模様をですね取材しまして、でその取材した模様などを一冊の本にして出版するという、そういった企画も行っております。でぜひですね八戸にお越しになった際は、こちら八戸ブックセンターにもぜひ寄っていただければと思います。